東京都が今日確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は660人でした。13日連続で前の週の同じ曜日の数を上回りました。感染が確認されたのは10歳未満から90代の660人です。直近7日間の1日当たりの平均は537人で、前の週と比べて118%となりました。 年代別では20代が最も多い221人、次いで30代が113人、重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は39人でした。重症の患者は前の日から3人増えて54人となりました。また、2人の死亡が確認されました。